こんにちは、わざかすです。今日は小高誠一さんによる関節トレーニングです。皆さんこんにちは。私は、理学療法士の小高誠一と申します。理学療法士はリハビリの専門職です。私は20代の頃は介護の仕事をしていたのですが、体調を崩してしまったのをきっかけに30代で理学療法士になりました。今回皆様にお伝えするのは、私が実際に試したり、リハビリの現場でたくさんの方々に行っていただいて効果を実感できました運動方法です。関節トレーニング、略して関トレと言います。関トレとは、関節を支えてくれる筋肉を集中的に鍛える、運動です。関トレを行うと関節が滑らかに動くようになって、腰痛や肩こり、膝の痛みなど、関節に原因がある痛みを改善させたり、運動能力が向上する効果があります。今回は膝の痛みに効くトレーニング方法をお伝えしますね。膝が横に開いて O 脚になってしまって、膝の内側が痛んだり、膝の軟骨がすり減っていますねなどと言われたことのある方、あるいは膝の前側が痛い方など、いろいろな膝の痛みに効果があります。膝の関トレは2種類ありまして、ももの内側にある内転筋、内転筋の中でも特に大内転筋という筋肉なのですが、その内転筋と、もう一つ、ももの裏側にある内側ハムストリングスという、筋肉を鍛えます。これらの筋肉は膝を安定させるために非常に重要な役割を果たしています。はい、ではまず内転筋のトレーニングです。仰向けになります。で、左足から行いますね。左の膝を少し曲げます。軽く曲げます。足の裏は床につけたままで、つま先を内側に向けます。こうですね。で、足の親指は床につけたままです、手のひらを天井に向けますね。肘は少し曲げて、肘を床につけておきます。はい、この状態から左のお尻をぐーっと高く上げていきます。ぐーっとこんな感じですね。かかとと、肘を支点にしてお尻を高く上げます。ぐーっと。で、この時に注意点としましては、膝が内側に入らないように、内側に入りすぎないように、腰の前側と膝の前側が同じ方向を向いて、腰が、お尻が上がっていくようにしてください。このような形です。高く上げて10数えます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、下ろして、はい、もう一度行います。ぐーっと。それともう一つ注意点としましては、お尻を浮かせるときに反対のお尻が浮かないように、浮かせるのは、片側のお尻だけです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、この時に、ももの内側に、強く力が込められているのが感じられれば OK です。反対も行います。軽く膝を曲げて、足の裏床につけたままつま先を内側に向けます。手はこのような形ですね。お尻を上げていきます。ぐーっとですね。1、2、3、4、5、6、
7、8、9、10。はい、もう一度グーッと上げてですね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、このやり方で、膝が痛いという方は膝を曲げる角度を少しだけ大きくして行います。このぐらいですね。膝が痛い方は少しだけ膝を大きく曲げて、このような形で行ってみてください。ただ、膝をこう曲げすぎてしまいますと、大内転筋が働かなくなってしまいますので、そこは注意して、して行ってください。はい、以上が内転筋のトレーニングです。はい、続きましては内側ハムストリングスのトレーニングです。両膝を横に、大きく開いて、座りまして、両足で四角形を作ります。こういう感じですね。両手は後ろについて、体を支えます。まず左の足から行います。左足のつま先を立てて、こうつま先を天井に向けます。膝は横に倒したままです。この状態から左の膝を曲げて、こうですね、足を手前に引き寄せていきます。ぐーっと、このように力を込めます。でこの時に、反対の右のかかとで左のかかとをブロックして、左足がこう動いていかないように止めておきます。こうすると、ももの裏側に力が入りますので、この状態で、強く膝を曲げ続けます。ぐーっと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ですね。もう一度行います。せーの、グッ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、注意点としましては、鍛える側のつま先はなるべく高く上げて、こうですね、下に下がらないようにしておくということと、逆に、膝は立たないように、立っていかないように横に倒したままで、行うようにしてください。では反対足も行います。こうですね、つま先を立てて膝は横に倒したままで ですね。せーの、グッと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。もう一度行います。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。足の裏は内側に向けたままで膝、つま先を立てておきますね。はい、これを行って、膝が痛いという方は膝の曲げる角度を浅くして、膝をもっと伸ばした状態で、この状態で、この状態から膝を曲げるように力を入れて行ってみてください。こうすると、痛みが出にくくなります。はい、はい、では以上で、内側ハムストリングスのトレーニングを終わります。はい、初めのうちは、1日に1回だけでも良いので、今回の、内転筋と内側ハムストリングスのトレーニングを、両方とも行っていただくと、膝の痛みはだんだんと良くなっていくと思いますので、ぜひお試しになっていただければと思います。他にも、手首、肘、肩、首、腰や、股関節、足首など、各関節の痛みの改善に効果のある肝トレもあります。肝トレを行うと関節が安定して強くなりますので、怪我の予防や
運動能力が向上する効果もあります。私は筋トレ教室を定期的に開催しているのですが、皆様の職場やご家庭などに出張いたしまして、筋トレなどの運動や体操をお伝えすることもできますので、ぜひお声掛けいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。深谷市では技人を紹介しています。詳しくはホームページをご覧ください。チャンネル登録お願いします。にゃはっ。